多少ほぼ手中に収めてると思いますんで。そうですね、川田ということになりました。放送席、放送席、そしてライオンズファンの皆さん、今日のヒーロー見事16勝目田畑投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。8回1失点、見事なピッチングでした。今日のご自身のピッチング振り返っていかがですか？とても良かったと思います。どんなところが良かったでしょうか？粘れたところです。今日はご自身の中ではどんなところ意識を置いて臨んだマウンドだったんですか？優勝は決まりましたが、自分のやるべきことをしっかりと思ってやりました。優勝が決まって一夜、その中でもちょっと難しいピッチングだった登板だったのではないかと思うんですが、そのあたりはどうだったんでしょうか？そんなに難しいとは思わなかったです。そしてクライマックスシリーズでも当たる可能性のあるという日本ハムを相手というところでしたが、そのあたり優勝が決まっての意識はいかがでしたか？これからその戦う相手もあるので、隙を見せないようにと思って投げました。さあこれで16勝目、さらに最多勝というものが大きく近づいた一勝だったと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか？まだ最後まで何があるかわからないので、そこはあとは待って頼みます。さあそしてその後の戦いも含めてファンの期待も大きいかと思います。この後の登板に向けてもお願いします。これからも一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。見事なピッチング、今日のヒーロー田畑投手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。放送席どうぞ。いや田畑投手、もうほぼね、最多勝は週に収めたかという中で、もちろんまだ、最後ファイナルはね、決まっていませんから、あたりはね本人もまだ、兜の尾を締めていましたけれども ね、しかし同じ富士大の山川が打って、そして田畑が勝つというのが今年のまたライオンズの一つのパターンにはなっていますけれども、今日もまさに山川の同点だ。そして秋山の勝ち越しの一発で、ライオンズ逆転勝利。さあそれではですね、今日のゲームハイライトで振り返っていきましょう。今日はファイターズも、そして